ラジオエイジです。三月二十九日日曜日十三時五十二分です、えー。日曜日のひととき皆様いかがお過ごしでしょうか。今日は雪降ってるんですよね。まあこの三月の終わりぐらいに雪が降るっていうのはあるんですけど、珍しいっちゃ珍しいですね。で、僕は岐阜県なんですけど、岐阜県は雪降っておりませんで、東京がね雪降ってるっていうことで、でもまあ岐阜もね寒いです。 えー、岐阜もあの僕の住んでいる美濃地方は雪あまり降らないんですが飛騨地方は雪国でしてねでただ今日飛騨で雪降ってるかどうか分かりませんけど,ども東京関東で雪が降ってるらしいですねまあちょっとした異常気象ってことでしょうかねまあこういう,うねご時世になっている中こういう季節外れの雪っていうのは何かやっぱりねちょっと。 うん、やっぱり今年はちょっと違うんだねみたいな感じになるかもしれませんね。で、えー、いくつか雑談をしていこうと思うんですが、まずはあの本の話。えっと、僕の本があのー、アマゾンとかでやたら高く売られてるっていう現象がありまして、まあそれは僕は本を書くのはやめちゃったし、で、もう随分前の本なんでね、で、僕は YouTube 活動を始めて、 えっと僕に興味持った方がね、えー、本を買うっていうことがあったみたいでそれで本がなくなっちゃって需要と供給のバランスが崩れて高くなっちゃったみたいなんですけどねでまあ僕も手持ちの次長自分の本なかなか少なくてですね、えー、あまり僕もそれこだわりがないもんだから <laughs> なんかなくしちゃってるのもあるし <laughs>。 まあねどうせあと20年もすればね僕の本もまあゴミみたいなもんなんで <laughs> 20年もすれば僕がいなくなればゴミですからね、えー、自分が自分の本だからねちょっと取、えー、っておきたいなと思うぐらいででも前も言ったけど韓国で出版された僕のプチ企業の本は。 えっと僕一冊手に入れたんですけどかなり苦労してどっか行っちゃった <laughs>。で僕の本の中でこの本がですね「えっとかぶロボットで儲ける」っていう本なんですけどまあ怪しいげなねタイトルの本なんですけど <laughs> これはね僕まだあと100冊ぐらい持ってるんですよ。でこれをあのこの間うちあのからあのメルカリでね売ってたんですけど ちょっと今、このご時世なんでね、えー、外出をとにかく控えたい、まあ、本が売れると、大和の営業所に行かなくちゃいけないんで、で行きたくないなということで、控えてたんですけど、おそれやってると本はけないし <laughs>、まあ、多少ね、外出してもいいのかなということで、まあ、あのそんなにね、感染リスクのある場所ではないので、 えー、広々とした営業所だし、えー、関係も常に行われている場所だし、えー、従業員の方もマスクをしておられるし、僕もマスクをしていけば、特に何かに触るってこともね、ほとんどないので、えー、短時間だしね、まあ、再開しようと思って、でメルカリを、えー、昨日から再開してるんですね、おとといか。 でえっ、ー、と今まではメルカリで本出しますよって言ってたんでわーとみんなが殺到して、えー、あっという間に売れてしまってたんですけど今ちょっと僕はメルカリの活動を休止してたんでね、えー、本が出るっていうのを皆さん多分本を僕がね出品するというの皆さんご存知ないみたいであちょっと今だから今出品してもねあすぐには売れない状態なんですね。 だから今、あのーまあのまこのこれ,これで言っちゃうとまたね、殺到するかもしれないですけど、うん、とこの後ですね、1日、まあ前ちょっと10冊以上出品してた時もあるんですけど、ちょっと10冊だとしんどいんで、6冊ずつですね、この後出していこうと思ってて、えー、と大体あと100冊ぐらいなんで、15日間、2週間ぐらい出品すると、僕の方はほぼなくなっちゃいます。 で、それをね、やろうかなと思ってて、昨日からやってた後、だから2週間ぐらい、えー、4月の中旬ぐらいまでね、ね出品していこうと思っているんで、この本しかないんででもう。で、これはあのどういう本かっていうと、テクニカル分析っていうか、あの、あれ、あの、システムトレードの本なんですよ。で、結構参考になる話が書いてあって、えー、システムトレードし、あの、ちゃんとこう、ルールに基づいてね、 トレーニングをするとどうなるかっていう話を書いてるんですけどね。結構古い本でもあるんですけど、まあこれ一軸一句全部僕が書いてる本で、えー、レイアウトも実は僕は自分でやってて <laughs>、レイアウトも自分でやってるんですよね。えー、表紙も僕が作ってるんですけど、こう、ダサい表紙ですけどね、これね。 で、えー、まあ、ああの、ある意味、こう、わざとこういう、あの、そう想定っていうかね、デザインにしたんですよ。これ、あの、アップル出版っていう出版社、こういうような感じなんでね、洗練された感じ,感じではないんでね。で、結構図表も入れてて、すごいいろいろ、まあ、あかあの、こういう図表もね、イラストは友人に書いてもらったんですけど、えー、図表もいっぱい入れてて、こんな感じのね、イラストも入ってるんですけど、 えー、結構頑張っって作った本なんだよねこれがあと100冊ぐらいで、まあ、僕手持ちの自分の本ほとんどなくなっちゃってるんですけどあるのでこれをねまあ1日6冊ずつ時間はねえっ、ー、と大体いいえー、午後に出すことが多いかな午後のおに出すことが多いんですけど夜出すこともあるんですけど欲しい方はまああのー メルカリをチェックしてみてください。この署名で検索すれば出てきます。僕の名前で検索してもいいですね。僕の名前はどこにあるあ、ここだ。ここですね。ここにありますね。はい。僕の名前、長谷川正和で検索しても出てくると思います。見にくいですかね。ここね。はい。で、あの、 だからこれもう2週間ぐらいでもうなくなっちゃうと思うんですけど、それを今メルカリをやります。今日ももう、今日はもう、今日の分は6冊を売れてしまったんですけど、またどっかで出しますんでね、欲しい方は。で、今これがなんかね、高騰価格高騰していて、今市場価格が3000円ぐらいなんですよ。で、メルカリでも2700円ぐらいが市場価格なんですけど、ちょっとそれは法外に高いんで、定価の1650円で売りますんで、はい。 1,650円で。2,700、2,770円なんですよ。だからこれ2,770円で出しても売れるんですけど、ちょっと、ちょっとどうかなと思うんで、僕は。1,650円の定価で、定価でもどうかなと思うんだよね。古いからさ。まあでも新品は新品なんでね。定価で、1,650円で売りますので、もしよかったら買ってくださいということですね。 あとあのメールマガジンをね、えっと再開していくんですけど、これはちょっとまだね、ちょっとひと手間かけてからじゃないと皆さんにご紹介できないんですけど、マグマグで出しているメールマガをね、再開していきます、4月から。でというのも、あのここにあるみたいに、僕今日、今ね、最後の有料メールマガジンを書いてるんですけど、有料のメールマガジン、最後の る有料メールマガジンを書いてるんですけど、これでも今日これを出すとね、3月で僕投資顧問引退なんですよ。で、今まで有料の会員さんがいらっしゃったんですけど、もう有料の,の会員さんいらっしゃらない状態に、もう3月でなります。で、この今まで有料で書いてたメールマガとはちょっと違うんですけれどもね、 メルマガを、でも、まあ、でに YouTube で有料情報っていうか、前、有料で出してた情報を YouTube で出しちゃってるんでねで、メルマガどういう形式にするかまだわからないんですけど、あのメルマガでないと表現できない、えー、話もあるのでねで、メルマガがないとやっぱりちょっと不自由なんで、メルマガを再開して、えー、メルマガにしか書けないことをメルマガで出していこうと思います。 もちろん無料ですね。マグマグを使って、えー、携帯で読みやすいバージョンと、それから PC で読みやすいバージョンと2つのバージョンをね、えー、2つ、2種類のメルマガを、えー、内容は同じで、えー、携帯版と PC 版という形で出していきます。えー、そういうことで、えー、まあ,あ、めでたくなるのか何なのか、僕も60で一応の引退ということで、今日っていうか今月、 が引退です。今月で引退です。投資顧問引退です。まあ、引退に先分けてね、YouTube 活動を始めちゃったんで、えー、ちょっと一部有料会員の方にはご迷惑をおかけしました。えー、申し訳ございませんでした。えー、ちょっと先走ってしまった部分があったんで <laughs>、えー、えご迷惑をおかけしてしまった部分があったんですけど、本当に申し訳ございませんでした <laughs>、えー。えまあ、それなりの、えー、対処させていただきましたので、 はい。それは問題ないとは思っておりますがね。で、いうことで、4月からは YouTube 集中ということで、YouTube とメルマガを書きながらね、やっていこうと。で、メルカリはね、もうあの僕、ずっとね、2011年かな ?8 月からやってきて、2011じゃない、2018だ。で、19、20でもうすぐ2年になるんですけど、えー、メルカリ、えー、今回、このカブロボの本をね、 あと100冊ぐらいを出品して、えー、販売させていただいたところで、まあ、徐々にやめていこうかなと思っております。まあ、だいぶおかげで本も減りましてね、えー、まだでもいっぱいあるんでね、えー、どうしようかなと思ってるんですけど、ちょっと厳しいんでね、<laughs> メルカリもね、時間かかっちゃうんで、なんで、えー、まあ、本、自分の本を出品して、売り終わった段階で、メルカリからは緩やかに、 インイメルカリの活動は緩やかに終了していこうかなと思いますのでね今まだ僕5,000冊ぐらいは全部で出品していて2,000冊ぐらい残っているんでねもしあの僕のねメルカリのチャンネルっていうんですかねアカウントに来ていただいて本見ていただいて これ面白そううだなという投資関係の本とかもね、結構出品しているので、面白そうだなという本があれば、えー、ご購入いただければと思いますし、まあ、あこの後うもうそろそろメルカリ活動は終わっていきたいと思います。えー、そんな形で、えー、YouTube 集中、YouTube に集中できる環境が整ってきまして、 まあ今ね、ただいろいろ考えてて、その音楽のチャンネルをやりたいのはまああるんだけど、あの、もう一つやりたいことがあって、で、要はプログラミングがやりたいんですよ、僕。プログラマーでもあるんでね。例えばここにあるあの時計とかこれ。まあこんなのは、小学生でも組めるようなコードで書いてるんですけど、あとね、あのここには映ってないんですけど、 その録画をするときにね、えー、その録画が何分かみたいな、えー、ちょっとしたタイマーをね、画面で見られるように作ってたりとか、から効果音のソフトを作ってたりとかしてますよね。で、僕はちょっと一個やりたいのが、やっぱね、チャートソフトが作りたいっていうね。チャートのソフトが作りたいんですよ。自分の思うスタイルのチャートが描画できるチャートソフトが作りたいんですよ。 それにチャレンジしてみたいなっていうのがあって、時間のやりくりどうしようかなと思ってるんですね。えー、まあ、今あの意外と、えー、っとねメインチャンネル1日2本、ね、日曜日はメインチャンネルの動画一応なしだし、サブチャンネル1日2、3本っていう動画を出してるんですけど、まあこの活動に関しては僕にとってはほぼ負担がない <laughs> ですよ。 ほぼ負担がないんですよまあ,あの常にだって相場のことはずーっと見てるんで,でそれをただ自分の見てる話をするだけですからね相場の,の動画はねずーっと見てるわけですからずーっと見てずーっと取材してるわけですから常にニュース取材して、えー、細かい値動き見ながら自分もトレードしながらやってるわけですから動画の投資の動画とかには特に、えー、そんなに負担がないと。 で特に先週から24日からはね、えー、ちょっと天気予報のスタイルを変えたんでよりやりやすくなって、えー、本当に負担がなくできてるわけですねでそんな中で少し時間がまだ余裕があるですよこれでも要は引きこもりで他に何の趣味もないって <laughs> 今日はあのこの後ねメールマガを書いたらあのー、映画を見ようと思ってます はい前から見たかった「えー、と空母息吹、えー」あれは漫画を読んでておおこれは面白いと思って読んでた漫画がね実写の映画になったやつがあって YouTube のムービーでえっ、ー、とレンタルができるってことが昨日気づいて前もちょっと見たけどなんか他でないと見れないと思ってたんですけど YouTube でレンタルやってたんで500円で借りましてそれをこれから今日ね メルマがはた見ようと思ってます。あとは、あのゴジラ。キングオブモンスターズでしたっけね。あの、ゴジラの新しいやつもね、えっ、ー、と、YouTube で見れるようになってたんそれも500円でレンタルできるって <laughs>。ちょっとその2本見るのは厳しいかなと思うんですけど、映画も見ようと思ってるんですけど、えっ、ー、と、YouTube 始めた当初はね、ほんと余裕なかったんですけど、えー、1日5本出しててね、朝から晩までなんか YouTube やってたんですけど、最近少しね <laughs>、 余裕が出てきたんで、だそんな中でね、まあ音楽もやりたいし、プログラミングもやりたいし、ということでね、ちょっとそういった新たな活動もおやってみようかなと思っているわけです。投資顧問も引退だしね。少し時間に余裕が出てくるんですよ。まあおかげさまでいい老後で, <laughs> です。いい老後ですいい老後ですよ、本当に、えー。好きなことやってね、えー、活動できて、 えー、皆さんにも YouTube 見ていただいてということなんで本当にありがたく思っておりますただ <laughs> こ世の中が今 <laughs> これがねあの、ね、やっぱり見てるとねこの後はやっぱりさらに、えー、ねさらによろしくない状況に陥っていくようにしか思えないよね、えー、だから相場もね、うん 当分悪そうだしね。当分低迷が続きそうだし。世の中のジョームードもね。さらによろしくない方向に行きそうな感じがしておりますけれども。それがね、ちょっと残念です。えー、個人的にはね、投資顧も引退で、えー、メルカリもそろそろ引退して、メルマが始めて、YouTube に集中していければね、音楽チャンネルなんかもちょっと頑張っていきたいし。 でまあ、今の言ってたみたいにちょっとプログラミングもねちょっとずつやってみようかなと思っててえ僕趣味としてはねプログラミングと木工なんですよ僕の趣味木工作品は今どっかに写ってるかなあそうここに、えっとここに写ってるこれあのちょっとしたほら机みたいな棚みたいなやつあるでしょあれ僕の木工作品なんだよねあれはあのメルカリを出品する時に便利なあの出品用の あの棚なんですけど棚っていうか机あれ僕は木工で作ったやつなんですよね <laughs> そういうものが木工で作るっていうその木工の趣味があるんですけどねまあ今僕が座ってるここの机ここにも,もう僕の作品あったりとかねいろいろ作品が部屋中にあるんですけどいろいろあるんですけど <laughs> でそのもう一つの趣味がプログラミングなんだよね。 だからあのプログラミングでやっぱり読み見やすいチャートを描画して自分なりのチャートソフトを作ってみたいなと株、FX その他、えー、表示できる、ね、ものを作ってみたいなと思っていましてそれにもちょっとかかっていこうかなというそんな3月末です投資顧問の仕事が今終わりもうすぐメルマが書き終えれば終わり、えー、基本的に終わりですまだあのメールで ご相談とか受け付けたりはもちろんするんですけどね、投資コンボの会員さん。で、もう、もう、あの、募集してませんのでね。で、えー、これで終わりです。えー、というような、今日3月末です。ちょっとお知らせ兼ねての話で、特にあの、この本欲しい方はね、えー、メルカリをちょっと見ててくださいということで、しばらく休んでましたけど、これから2週間くらいかけて全部売っちゃいますんで、はい。 2週間ぐらいでなくなる、なくなると思いますので、はい。もし欲しい方は、なかなか面白いこと書いてますよ。ええ、これはね、ほんと苦労して作った本だよね。もう図表もいっぱい入ってるし、ようまあ、これ、作ったな。今やってくれって言われても嫌だな。嫌 <laughs> <や>だな <laughs>。ええ。 ああはい <laughs> 作業に戻ります雑談にお付き合いいただきましてありがとうございました。